日本ハム OB で野球解説者の岩本勉氏が27日に放送された読売テレビ、今田耕司のネタバレ MTG に出演。日本ハムの後輩でもあるエンゼルス、大谷翔平選手について、ハートが強い、疲れを知らないと、凄さについて語った。岩本氏といえば、大谷翔平投手の20日の会見で、報道陣に、まず思って、大きな拍手を、お願いしますと求めたことで話題となった。この件でネットは、ファイヤーと岩本氏。さらに感謝する人は誰かといった質問をしたことで、プライベートに踏み込みすぎと、さらに炎上したと振り返った。そんな大谷翔平選手について、何がすごいってハートが強いと岩本氏。若手が打ち込まれると、翌日まで引きずるが、大谷翔平選手はそういったことが一切なく、翌日のバッティング練習で、鋭い打球を返していたという。さらに、疲れたら、早めにコーチや周囲に言っておいた方が迷惑かけないと、アドバイス。すると、不思議そうに、疲れるってどういうことですか?と返答が来たという。ドヒャー。ですよ。強がりかと思ったら違うと、タフネスぶりに感嘆していた。北海道出身の元衆院議員で、タレントの杉村太蔵も、すすきのでも、大谷翔平選手の行きつけだったという店は聞かない。浮いた話がないと証言。岩本氏も、食事する店が2、3軒あっただけ。僕なんか、ふわふわだった。浮かないのは、すごいと振り返っていた。大谷翔平。まだまだあった、史上賞を紹介4月4日の1回表裏で打ち立てた記録は、米大リーグのエンゼルス、大谷翔平投手は、今季、二刀流でプレーし、多くの記録を打ち立ててきた。米レイヤ分析会社は、まだあった、史上賞を実際のプレー動画と共に紹介している。記録がついて回る1年だった。米データ分析会社、コディファイベースボール公式ツイッターが取り上げたのは、二刀流伝説幕開けとなった4月4日、日本時間5日の本拠地ホワイトソックス戦だった。1回、今季初先発でマウンドに上がった大谷翔平は、最速106マイル、約162、7キロを記録すると、その裏の打席で打球速度115、2マイル、約185、5キロの137メートル特大2号を放った。投稿では過去、誰も同じ試合で100マイル以上の球を投げ、110マイル以上の打球を放った選手はいなかった。翔平大谷は106マイルの球を投げて、115、2マイルの本塁打を放った。それも同じイニングで、という快挙を紹介。米ファンからも真の二刀流旋風だ、レジェンド。ショータイムなどの声が上がっていた。今季は登板試合も指名打者を解除したリアル二刀流で多くの活躍を見せた大谷翔平。来季も二刀流ならではの数多くの記録を生み出し、ファンを驚かせてくれることを期待したい。